どうもー、はい、楽しい仕事の時間です。今日はね、こちらでございます。やってきました。また今日も今回も早いでしょう。また今回も早いでしょう。熱照り焼き、あれ箱のがある、箱のがあるぞ。これは熱肉ダブチ、熱肉ダブチます。さーて、今回も早かったでしょ。今回も全熱ダブチ、ありがとうございます。さあ行きましょうか。熱肉ダブチ、熱肉ダブチからいきます。その前に本日はこちらでございます。トリスハイボール、その後照り焼き行って全熱行こう。はい、乾杯乾杯乾杯です。しない、なんか、はい、厚肉ダブチ、厚肉、わーいいね。厚いのか、厚いのかな、厚い、厚いな、うん、厚いな、厚い。まあでもチーズも美味しそうだ。チーズも美味しそうだね。いただきます。うん、うん、いいよ。うん、おいしい。やっぱりこれぐらい肉感が、お、うん、肉感がこんぐらいあると嬉しいな。この倍やってもいいな、肉。うん、こっちはチーズまずいんだっけ、これ。厚肉だから肉だけでしょうね、厚いのはね。チーズ、うん、おいしい。あ、やっぱいいな、やっぱ肉が厚いといいな、最高だよ。でもここ何回かちゃんと発売日に買って、その次の日とかその次の次の日ぐらいにはちゃんとやってる。どうですか、ちゃんとしてるでしょ、本当に。で、照り焼きいきます。これはバイマック夜やってるのと同じだそうです、どうやら。でも照り焼きは食べるのが難しいんで、すごい美味しいんですけど食べるのが難しいんで、僕はまあまずやりません、まあまずやりません。あだす、ここからしばらくはびしょびしょでいきます。許してください、勘弁してください、ご了承ください。もちろん美味しい。
もちろん美味しい。正直めちゃめちゃ豪華贅沢ですよ。この3品で1400、1500とかそんぐらいするでしょう。うん、本当に豪華なご飯。全然切ってジャパンだけなんでしたっけ、マクドナルドのテリヤキは。よかったっけ。うんうん、ああベタベタだった。ああいいね、濃厚でね、濃厚で美味しい。よし、2本目いきます。僕が一番期待したのはこっちですから、一番期待したのはこっちですから。はい、乾杯乾杯乾杯。明日は木曜日だな。明日は木曜日、全圧ダブチです。全圧ダブチ、いいじゃないの、いいじゃないの。はみ出てるよ。いいよ、どんどんはみ出てください。チーズ、あ、肉もちょっと後で取りますからね、後で食べるからね。はい、こうです。こう回転させます。こっちがベーコンよく見える方。はいはい、チーズがとろけてる方、チーズがとろけたい、だいこっちか、こっちかな、一番いい、一番いいのはこっちかな。こうですこうです。はい、全圧ですから、かゆい。ベーコン熱い、チーズ熱い、肉熱いです。こうです。ああ出てるね出てるね。十分でしょ。それはね。言ったらキリがないですよ、言ったら。ベーコンもっと熱くしてくださいと、してくれたら嬉しいですよ。でも言ったらキリがない、言い出したらキリがない、しょうがない。楽しみだね。いただきます。うん、肉だな。やっ
パリに行くですよ。ね。こうやって肉が熱いの食べてるとやっぱりどうしてもどうしてもダブルクォーターパウンダーチーズ、ダブルクォーターパウンダーチーズまた食べたいなって思っちゃう。マクドナルドさん、マクドナルドさん、マックさん、なんとかお願いします。ダブルクォーターパウンダーチーズお願いします。ベーコン挟んでるのも美味しいよ。ベーコン挟んでるのも美味しいけど、うん、うんふん、うんふん、ダブルクォーターパウンダーチーズお願いします。なんとか、ご飯サンド、ご飯で挟んだやつが出るらしいですね。2月5日でしたっけ。まだ買うかどうかわかんないです。どうなのか、評判聞いてから買うのかもしれない、もしかしたら。でも評判関係ない、もちろん興味あるんですよ、興味あるんだけど、単価、金額いくらだったら知らないけどね、どんぐらいなんだろうね。やっぱ多分米の方が高いでしょ。具は普通のバーガーと変わらないで、バンズが米に変わってるだけっていうような話をなんか聞いてる気がするな。確かチキンと照り焼きとだったかな、うん、ピクルスだ。全月、全月美味しい、美味しかったよ。ん？なんだこれ。ベーコン、厚ベーコン、厚チーズ。6対1、なんだこれ。ん？どういう意味だ？どういう意味だこれ。ん？どういう意味これ。全然わかんない。全部美味しかった。全部美味しかったけど、今回のチームで木島が僕が一番美味しかったのは、いやでも確かに照り焼きも美味しいな、いやでも一番これか、これがいいなと思ったのは最初に食べたやつ、厚肉だぶちです。厚肉だぶちでした。こちらゆっくり飲みます。どうしようかな、ご飯のやつ、ご飯のやつどうしようかな、まだ決めてます。マクドナルドの新しいやつ3つ、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。あなかゆい、はい、頑張っちゃどう。